世界を変える立体音響が作る音の未来。皆さんこんばんは。音で世界を変える立体音響が作る音の未来、 MC で作曲家音楽プロデューサーの伊藤和幸です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回もですね、素敵なゲストをお迎えして、お送りいたします。では早速今夜もスタートです。The launch of Kissonic's HDS4, the world's first HDMI-compatible 3D sound active speakers, equipped with Kissonic's HDFX. The innovative 3D sound technology has enabled the enjoyment of immersive 3D sound on an overwhelming scale through just two speakers. Kissonic's HDFX is 3D sound encoding software that combines neuroscience principles with acoustic technology at an advanced level. Convert the soundtracks of existing movie content, such as that of Blu-ray discs, DVD, and movies streamed online, into 3D sound in real time to envelop yourself in a three-dimensional acoustic space of overwhelming scale that is difficult to imagine from the compact size of the speakers. Use Kissonic's 3D sound speakers to turn your home into a place that surpasses theaters and be awed like never before. Experience the immersive, high-resolution compatible, three-dimensional acoustic space created by Kissonic's HDS4 for not only watching movie content, but also for enjoying music, games, and sports. Make awesome new discoveries through the world's first HDMI-compatible 3D sound active speakers. Enjoy enveloping yourself, your family, lover, or friends in the awesome and sublime 3D sound. はい、今日も、とても素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。今日お招きしたのはですね、酒井陽一さん。はい、はい、よろしくお願いします。初めてお会いいたします。初めてですね。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。簡単にちょっとはい、ご紹介いたしますと、音楽映画とクリエイトなお仕事にこだわられているお顔と、古代の歴史家として古代日本の音声にも造詣が深いワクワク超古代史セミナーを主催されているということで、はいですね、とってもなんか幅が広く活動されていらっしゃる方とお見受けしましたが、だと思います。ぜひはい、もう少し詳しいところを、はい、自己紹介をお願いしたいんですけども。自己紹介ですね。はい、はじめまして。はい、ですね、もともとは大学を出て松竹という映画会社に勤めまして10年ほどいたんで、うんうん、でまあちょっとブランコあるんだけど、その後洋画の配給会社のギャガという会社で、うんうん、映画のバイヤーを8年やらせていただいて、まあ、今は基本的にフリーランスの映画の、企画制作プロデューサーと映画のバイヤーという、うん、はい、まあ、肩書きというか、うん、で同時なんですけども、もともと大学時代にずっと音楽活動、うん、ロックバンドとかやってましたんで、はい、まあ、松竹という映画会社で仕事をしつつ、うん、音楽のキャリアも、続けたいなと思った時に、はい、まあ、一人でできるのは作詞作曲なので、一応プロを目指しまして。なるほどなるほど。でまあ一応プロになって30年ちょっと経ちますけども、うん、はい、はい、もともと中学の頃から映画と音楽、むしろ洋画と洋楽が好きになったんですよ。ああ、なるほどね。映画と音楽じゃないんですよ。日本映画見ないし日本の音楽あんまり聞かないので中学生の頃からやっぱりちょうど僕らの中学生の頃って非常にこう、洋楽が盛んだったんですね。ビートルズとかローリングストーンズとか。ああ、なるほどなるほど。うん、なのでその感化を受けた中で、うん、やっぱり洋楽それから洋画が好きになって、それがまあ職業になったという、まあ、パターンですね。中学の頃のこの、うん、ご覧になられてた映画ってどうですか？あ、それはね、今から振り返ってみると、アメリカンニューシネマっていう時代で、要はハリウッドのね、はい、古き良きスターシステムがちょっと壊れて、うん、でこう新しい若い監督が、はい、まあ結構
実験的な映画というかね、あのヒーロー映画ではなくて、ヒロイン映画じゃなくて、あのそういったこうあの新しいニューシネマという形で出てきた時代なので、時を同じくしてヨーロッパはヌーベルバーグとかね、その後半ぐらいでしたね。だから見た映画でいうと、アメリカ映画だと卒業とかね、ダスティン・ホフマンの、はいはい、ロバート・レッドフォードとかが出ている追憶とか、明日に向かって撃てとか、あの頃の時代で、ヨーロッパでいうと男と女とかね、クロード・ルルーシュのね、ああいうのはこう中学生として非常に好きになっちゃいまして、中学生としては、はい、あの結構ませた映画もありますよね。ですね。ちょっとね、あの、内容的にはいかがなもんかなっていうのはありますけども、僕はねやっぱり何に感動したかっていうと、音楽なんですよね。その当時の音楽って今全部スタンダードで残ってるんですよ。はいはい、そうですね。卒業で言うと、サウンドオブサイレンスとか、ミセス・ロビンソンとか、真夜中のカウボーイで言うと、ニルソンのエブリバディストーキング、噂の男とかね、すごいね、映画音楽がいい時代だったんですね。そうですよね。だから単なるこう映画好きというよりは映画音楽好きになっちゃいました。へで、まあ、あのキャリアでいうと、まあ、あの映画会社に入って、はい、でもともと、あと映画好きでしたから、まあ、あの希望通り、映画会社に入れたんだけど、やっぱりこうあのサラリーマンですから、いろんな人間関係とか上司との関係とかってちょっと悩んでた時期があって、自分は本当に何やりたいんだろうって自分で問い、自分に問い、あの問いたところ、やっぱり音楽だったんですよ。なので、あのまあ、作曲を目指したという経緯がありますね。でたまたま僕らの頃の大学生の時って、同じ音楽サークルの同級生に竹内まりやがいたり、松任谷正隆さんの弟さんのあのバイオリン弾きがいたりしてたんですよ。はいはい、ああそうなんですね。まあ、もちろんね、その頃は皆さん全然デビュー前の話なんで、あのそれが後にね、こう日本の音楽家を担っていく連中がこう近くにいたっていうか、そういうあの環境でしたね。そういうもう本当に日本の、まあ、あのポップスというかの、まあ、まあ、変わり目でしたね。というかね、あのそういうものが、あの歌謡曲からそういうものがどんどん台頭してきた、まさに70年代入ってね、はい、まあ、60年の後半から70年代に入ってのそういう時期ですね。だから僕が、まあ、慶応大学なんですけども、入った音楽サークルがリアルマッコージって言って、もともとフォークとかカントリーとかやってた、あのサークルなんですよ。そこに我々が入ってから、だんだんロックショックが強くなっていったっていうね。はい、まあ時代ですよね。そうです、ね、だからドゥービーブラザーズとか、イーグルスとか、ロビンシャンデメシンガとか、あのオールマンブラザーズとか、あの辺でしたね、僕なんかどっちかというと。なるほどね。もちろんイギリスのね、クラプトンとかも好きでしたけども、やっぱりあのウェストコーストロックに憧れてね。なるほど、アメリカンロックの方が好きだった。そうです、そうです。なるほどね、はい、いやますます趣味が合ってますねみたいな。いや、あのブリティッシュもすごい好きなんですけども、伊藤さんのその音楽的なバックグラウンドってどんな感じなんですか？はい、そうですね、やはり、はい、あの僕が大好きで聞いてたのは、あのアメリカンロックがやっぱり大好きで、で、まあ、もちろんあのブリティッシュも好きなんですけども、はい、でもうどん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 か、あの、のめり込んだのが、ザ・バンドですね。あのね、僕最初にやったあのバンドで、あのザ・ウェイトやりました、ね。あ、本当ですか、はい、難しいですね、あのノリがめちゃくちゃ難しい。ノリがね、まあ、カントリーロックっぽいですけどね、まあ、ちょっと脱線しますけど、はい、キーボードやっているガス・ハドソンって、まだ、ご存命ですけど、ね、もう相当なお年ですけどね、彼が、YouTube で、ザ・ウェイトってこんな感じでできたんだよっていうことを、YouTube でやってたの、たまたまあの、はい、もう何年前か忘れましたけど、まあ、見たんですけども、もともとカントリーじゃないんですよ。あ、そうなの。全然ああいう感じじゃない。教会のミサ曲みたいなものから、彼が内容がほらね、あのイエスがどうしたって話だからね。そうです、はい、でこう弾きながら、最初本当ミサ曲みたいな感じで弾いてて、でだん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 こう、これがね、こう崩れてね、こうなってね、こうなってねって5段階ぐらい崩れたらザ・ウェイトになってて、こういうバックグラウンドで音楽作るってやっぱり
アメリカだわと思ったんですよ、うん、素晴らしいなと思って。いやたまたま最近ね、ほらエルビスって映画にハマってまして、もう4回見たんですけども、はい、やっぱりこう音楽のバックグラウンド、うんうん、ゴスペルだったり、うんうん、R&B だったりね、うんうん、ほら貧しい白人だから、はいはい、黒人街で育ったっていうところが、うん、彼の音楽の特徴になってくるんですよね、うんうんうん、でデビューしたての時は、うん、白人からも嫌われて、黒人からも嫌われて、なるほどね、うん、だって融合しちゃったわけだから、うんうんうん、R&B とカントリーを。そうですよね、っていうところにね、うん、結構感動しましたよ。あの映画よくできてます。いやアメリカの音楽は、うん、本当ものすごい発展の仕方をしてるじゃないですか、うんうんうん、はいはい、だからやっぱりそのなんていうのかな、こういろんなジャンルが融合しながら、うん、新しいものがどんどんできていく、うん、まあ、最近なんかその辺もちょっと止まってるかな的なとこありますけどね。でもあの時代のアメリカの音楽のすごいですよ、ね、すごいですよ。やっぱりそれをね、うん、突破口を開いたのがエルヴィスだと思いますね。それまでは、うん、白人はカントリーを聴くもんだ、うん、黒人はブルースを聴くもんだってことで、うん、場所も違うしオーディエンスも違ってたと、うん、それを融合しちゃったっていうのはこれは、ね、大きな業績ですよね、うん、エルヴィスのね、うん、やっぱり R&B から、はいはい、まあロックもつながるし、はい、ジャズもつながるし、うんうんうん、もういろんなものが R&B からこうつながっていて、だいたい R&B 好きはジャズも聴けるし、ロックも聴けるし、ねね、もちろんフォークも聴けるし、そうです、ね、カントリーも聴けるしっていうことで、はいはい、まあある意味で言うと、うん、ものすごい登竜門的なうん、ことになってますよね。なってます。で、はい、すごいミュージシャンがたくさんそこから出てきていて、うん、だからブリティッシュだなんだって言ってもやはりそれの影響がものすごく大きくて、で、かたやまあね、ブリティッシュなんかやっぱ西洋なんで、うんうんうん、ヨーロッパのやはりそのクラシックの影響も色濃い、うんうん、答え色濃いんですけど、まあ、ビートルズもね、プロデューサーの彼ね、まあ、やっぱクラシック畑だったんで、いい具合にミックスされてますよね、うん、そうですよね。あと僕の好きなビージーズとかも、うん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 、やっぱりこう、うんうん、オーケストラで歌うロックっていうかね、うんうんうん、ああいうのも僕大好きなんですよ。ビージーズが一番好きなんですよ。本当ですか。もう誰よりも好きなんですよ未だに。あ、本当に。はい、へえ。マサチューセッツを聴いていこうね、あ、はい、もうビージーズファン歴は長いです。あ、本当ですか。結構最近でもね、 YouTube いっぱい載ってますからね、うんうんうん、まあ、未だにバリーギブって生きてるんで、うんうん、まあ、全然現役で歌ってますからね、結構歌物がお好きなんですね。もともと、たまたまその僕転校生で田舎の茨城から、うんうん、東京の吉祥寺の成蹊高校ってところに転校したの、うんうん、はいはい、でここは帰国子女の高校なんですよ。ははそしてアメリカ帰りで黒人ブルースとかやるね、ギタリストとかいるわけですよ、で英語部で知り合ってギター教えてもらって、うん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 、で君歌ったらって言われて、そっからボーカリストの道が始まったので、それ以来ずっと歌ってますよ。へー。ゾンビの親子はルンパッパルンパッパルンパッパ皮ずる目玉ブラン、ちょっと口臭きつくてごめんなさい。ゾンビの親子はルンパッパルンパッパルンパ。いや、ところで伊藤さんはこの作曲家から、はい、キッソニックのこの音響制作ってどういうきっかけでこう変わっていったんですか。ね、まあ元々これは並列している感じでずっとやっているんで、ですね、僕の場合は、うん、音楽業界に入った時というか入る前から、うんうん、結構やっぱそういう機材的なもの、はい、音楽作るための機材とかめちゃくちゃ興味があって、あ、で僕大体立体音響に目覚めたの中学生の時なので、きっかけは、きっかけはもうスピーカーを4つ置いて、あ、その臨場感のある音が作れるっていうことを、うん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 、そういうステレオが発売されたっていうのを見た瞬間にもう欲しくて欲しくて、うん、ちょうどその頃だったんですね。そういうスピーカーシステムが誕生したのがね。それで、うん、もう頭で想像するとそりゃそうだよねみたいな、うん、前から聞こえる音は前にスピーカーがあるから聞こえてるし、で実際のその、まあ、臨場感のある音っていうのは、はい、
いろんなところで、まあ、うん、皆さん拍手したりとかするからそうなるんであって、うん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 、じゃあ後ろにスピーカーを置いたら確かにそうなるよね。で実際にレコードもそういう、まあ、あの専用のレコードとかっていうのが発売されてたんですけど、うん、実際じゃあそう聞こえるのかって言ったらそんなに思ったほどいいものではない。なるほど。ただやはりそこで、うん、頭の中で思い描いたイメージっていうのは、うん、もう多分あのメーカーさんが考えてる以上にめちゃくちゃ広がっちゃったので、うん、あの今日いろいろ音源聞いていただいたんですね、はい、キッソニックスの、まあ、立体音響ということで、はいはい、でまあ、作曲もやられている、で今までもその映画にも携わっておられているということで、あの、まあ、坂井さんとして、うんうんうん、なんかこう今後、うん、キッソニックスをこんなところになんか、うんうんうん、使ったら面白いんじゃないかとか、なんかそういうアイディアがあればぜひ伺いたいんですけども、はいはい、まあ、あのご存知のように、映画館って 5.1 チャンネルとか入ってますよね、はい、でもあれってやっぱりぶっちゃけ見る場所によって、あのこうフェアじゃないじゃないですか。やっぱり真ん中ぐらいのプレミアムシートとか、あの後ろぐらいが一番、あの、立体音響を楽しめるというね、そうですね、そういうところに、あのこのシステムを導入したらいかがかなと思うんですけど、その辺はいかがですか。確かに、それは嬉しいです ね、あの実はですね、キッソニックスのシステムっていうのは、はい、あの上にスピーカーがなくても、うん、上の方にも音を定位させることができるんですね。でこれが、はい、ちょっとあの、まあ、映画館なんかですと最近、あの天井にスピーカー埋め込んでるシステムとかもありまして、映画館ならまあ上からも音が聞こえるっていうことは再現できると思うんですけど、はい、これが野外になると威力を発揮するんですよ、実は。あのじゃあの、まあ、アメリカでよくやっているようなドライブインシアターみたいな、ああそうですね、そうです、日本でもありますけどね、やっぱりオープンな、その、まあ、環境だと、はい、クレーンで天井にスピーカー吊るしか、上から音を出す術ってないわけですね、今まではね。そうなんです。ただこのシステムだとできちゃうんだ、情報定義しますから、でこう包まれる感じがちゃんと出せちゃうと、でこれをやはりあのライブとかイベントとかでどん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 なんか使っていただけるように、あのまあ我々もそのまあ広報活動とかあのやってるわけなんですね。で実際にあの今までもあの2万人以上の規模 の、 あの大型イベントでもそういったことをやらせていただいて非常に喜んでいただいているんですね、はいはい、で実際にやはりその、映画となると、あのいろんな視聴環境ってやっぱりあると思うんですね、まあ、都市型 の、 その大きい、あのなんかね、あのコンプレックスシネマとか、まあ、シネコンとか、まあ、そういった、あのシネマコンプレックスとかそういうものが、何ですかみたいなぐらい、映画館のない地方もたくさんあって、まあ確かにそうですね、もうミニシアターも、ミニシアターほんとちっちゃな映画館しかないような都市もありますよね。でそういったところに、このキッソニックスのシステムを導入したら面白いんじゃないかとか、そういうところで、あのそういったあの、まあ、劇場じゃなくても、あの、まあ、公民館とか、そういうところでも上映、小ホールであったり、ね、まあ、あの専門用語で言うと、非劇場っていうんですけどね、そういうのもありですよね。そうですね。でそこですごい音響で見れますよっていう話ですね。そうですね、なんかそういうところに、あの利用していただくっていうことも、なんかあのとてもこれから広がりがあるのかなと、で、あとまあ情報としてあの入ってくるんですけども、今結構あのショートムービーもそうですし、自費で映画作られている方がですよ、とっても増えてると。スマホでできちゃいますから。そうなんですよね、でそういうものを、実は上映したい方はたくさんいらっしゃるけど、いると思いますね、場所がないっていうことも聞いてるんですね。でそういった場所ってやっぱりあの
まあ、常設の映画館ってなかなかハードル高いのかもしれないですよね。ですからなんかよくあのなんとか映画祭みたいなものって あちこちにあるんですけども、うん、そういった映画祭っていうくくりとはまた違ったくくりでも構わないので、うん、なんかそういったあの自主制作の映画をどん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 なんか発表できる場っていうのも常設じゃなくてもいいからなんかこう企画してなんかあの上映できるような形を取るとしたらキッソニックスのシステムはとっても役に立つんじゃないかなと思ってはいるんですよね。実際にあとその音楽でもって、キッソニックスを使われるとしたら、うんうん、酒井さんだったらどんな使い方を音楽ですか？されます。音楽、まあ、本当にこうあのホームシアター的に、うんうんうんまあ、家でこう楽しむぐらいのこう規模のスピーカーとかこうできたらまた面白いなと思いますけど、なんかそういう動きもあるんですよね。そうですね、あの、まあ、何でもかんでもあの、うんまあ、キッソニックスのスピーカーでしたら、うんまあ、ほとんどの音源が立体化されるということもすごいです、ねまあ、あるので、うん、今あの、家庭用の、うんまあ、コンパクトな8センチのウーファーのスピーカーを、はい、あの今、はい、作っているところなんですけども、はいはい、であと他にやはりあの、うん、要望がある、うんまあ、ポイントとしてはですね、はい、今結構そのまあ、コロナっていうこともあるんですけども、うん、ライブ配信をやはりもっともっとしたいとか、うん、イベントも配信したいとか、はい、あの僕もやってます。あ本当に実は未だにロックバンドやってるんで、Facebook ライブの配信をしてるんですよ、家から、まあ、メンバー呼んできて、うん、それがね結構音質が良くなるとかね、そうですね、いいことがあればいいですね。それがその、キッソニックスを使うことによって、うん、あの立体的に配信ができるという、これはかなりあのしかもライブが配信できるんですね、うん、立体的な音 で、うん、でまあこういうこともこれからやはりそれをまあ広げていきたいなとは思っていますね。実際に音楽をやっぱりやられてる方からそういった要望ってよくあの伺うんですね。でまあ今はあの本当にいろんな技術、映像の方もいろんな技術が進んできてまして、うんうん、あの映像の現場のシステムももうどん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 変わってきていて、グリーンバックで、本当にどっかの街や、うん、あのその場所で撮影してるかのような風に、うんうんうん、あのまあ作ってしまえる、はい、あのバーチャルプロダクションみたいなシステムももうどんどん出てきてて、そういったところにもやはりそのキッソニックスのサウンドっていうのはかなりやっぱりあの向いてるんじゃないかなと。でしょうね、もうだってこう VR というかメタバースの時代ですからね、そのまま巨大ななんか市場がこう口を開けて待ってる時代、そうですね、そこにもマッチングしますよね。いいですね、それね、なんかそれをリアルタイムに合成した映像で演技したり、あの例えばイベントやったりしたものを配信しようって言った時にキッソニックスのシステムを使ってリアルタイム配信ができたらっていうことが、はい、ちょっとそれ考えただけでかなりワクワクしちゃいますね。ですよね、はい、今ちょうどそういう意味では時代の変わり目なんでね、本当そうですね、もうリアルから今度メタバースの、そうですよね、市場が落ちてきます、ね、いやなんか今その酒井さんの、はい、あのおっしゃったメタバースっていうのは、はい、うんうん、本当に今周りでかなりやっぱり、はい、あの騒がれてて、ですよね、かなりあの弊社にもお声掛けいただいてたりするので、これはちょっと面白い時代に入ってきそうですね、はいはい、今までのやはりそのサウンド作りとか、うん、あるいはサウンドシステムとは違った新しいなんか切り口をキッソニックスが提案できていたら いけたらね、とってもなんか、そうですね、まさに今メタバースの入り口なんで、あのいろいろご提案のやり合いがあると思いますよ、うん、ああ嬉しいです、うん、ありがとうございます。いえいえとんでもない。
ところで酒井さん、はいはい、あのなんかいろんなことやられてて、あの映画と音楽以外にね、うん、ねちょっと新しい興味のエリアができちゃったんです。なんか僕もあの、はい、これあの、はい、ちょっとこの情報にちょっとワクワクしちゃうんですけど、はい、魂を震わせる古代の音、うん、声、うんうん、それとワクワク超古代史セミナー、この古代史っていうのがまた、はい、このセミナーのお話、はい、これセミナーも開かれてる、全国でやってます。これちょっとぜひ聞いてみたいですね。どんなことやられてるんですか。そうですね、これ、まあ、あのそもそも、こういうあの、まあ、日本の古代というか、うんうん、興味を持ったきっかけっていうのがあって、それダヴィンチコードっていう映画なんですよ。あ、はいはい、ご覧ました、はい、あれね、一言で言うとどういう映画だったかというと、あのイエス・キリストには、うん、マグダラのマリアという奥さんがいて、うんうん、はい、なおかつ一番弟子だったと、うん、その歴史が、うん、こんなこと言っていいのか分かりませんけど新約聖書によって隠されてるんですよ、うん、でそれに気がついたレオナルド・ダ・ヴィンチが、はい、自分の作品、はい、最後の晩餐という作品を通して隠し絵的にイエスとマリアが夫婦だったことを表現したと、はい、つまり歴史というのは勝者によって書き換えられてしまう、うん、で まさしくその通りで、新約聖書には、うん、あのマグダラのマリアがイエスの奥さんだったこと、2人の間にはサラという娘がいたことも出てこないわけですよ、ね、うん、っていうところに興味を持っちゃったんですよ、うん、隠された歴史の方に。なるほどね。で僕はもともと映画のバイヤーで世界中を飛び回って、それがもう大好きだったんですよ、うんうんうん、ところがあの初めてそのダヴィンチコードという映画を見て、うん、自分の生まれた国、うん、日本の生い立ち、本当の歴史隠されてるんじゃないかと、そこにちょっとね興味がいっちゃったんですよ。で僕小児症なんで、うん、もうなんか興味持っちゃうとどん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 こう深掘りしていって、うん、気がついたら全国でお話ししてて、3冊、ね、3冊もヒカルランドから本を出していて、うん、みたいな流れになっちゃったのね。ああじゃあ、うん、もう本当ダヴィンチコードがきっかけですね。きっかけ、はあ、もうそのダヴィンチコードで、うんうんうん、はい、こう疑問に思ったことや、そうです、調べてったら分かっちゃったことを、うんうん、もう話したくてしょうがないみたいな。そうです。でたまたまね、あの自由が丘のロックバー、うんうん、ロックバー行きつけのね、うんうんうん、そこでカウンターで友達に熱く語ってたら、うんうん、はい、マスターがじっと話聞いてて、うん、そういう話好きなんでうちでやってくれませんかっていうのがきっかけだったんですよ。じゃあそこで一番最初に、そうです、皆さんを集めて、あのバードソングカフェというね、知る人ぞ知るあの地下1階のロックバーで、そこがきっかけだったんです。はあ、ものすごい流れが10年ぐらい前自然ですね。自然ですよね、うん、別にあのやらせてって言ったわけじゃなくて、たまたまそのマスターからリクエストがあったんで、うん、話を始めたと。で当然話しながら、うん、さらに深掘りをしていくので、うん、まあその連鎖でもう10年ちょっと経っちゃいましたけども、うん、で、うん、あのやっぱり日本の古代って難しいってイメージがあるんですよ、うんうん、やっぱりあの歴史の書物としては古事記とか日本書紀、うんうん、でこれをちゃんと読んだ人って日本国民少ないじゃないですか。少ないですよね。難しいし、うん、神様の名前いっぱい出てきて覚えられないし、うんうんうん、だから入り口がそもそもハードルが高かったんですよ、うんうん、で僕もまあ、古事記読んだ、日本書紀読んでみたんだけど、うん、なかなか分かりづらいと、うんうん、まあ、隠されてるわけですから、はい、ね、そうですよね。どうしようかなと思っていて、うん、たまたま伊勢神宮にお友達と行った時に案内してくれた方が、酒井さん、ホツマスタイという古文書がありますよと、うん、55年前に愛媛県の宇和島というところで見つかった古文書、そこにはね、かなりリアルな日本の古代のお話が書いてありますよと。ところでここは伊勢神宮で天照大神を祀ってますけども、うんうん、実はホツマスタイによると、うん、天照というのは女性ではなくて男性のリーダーだったんですよ、うん、みたいなことを聞かされて、はいはいはい、じゃあとりあえずホツマスタイ1年勉強してみようってことでね、うんうんうん、あの勉強したら面白かったんですよ、うん、はい、あの物語なんで、古事記とか日本書紀と違って、うん、非常にこう古代の物語で古代が描かれているんで興味を持って、うんうんうん、で全部で40のあや40章からできてるんだけど、うん、僕が一番感動したのは第1章なんですよ、うん、そこに何が書かれているかというと、うん、弥生時代の頃の日本では、うん、まあ、偉い人というかね、うん、あのこうあの朝廷の人たちは庶民に何か問題が発生した時にそこへ出向いていって、
その問題を解決する歌を即興でお作りになって、うん、歌を歌うことによって問題を解決していたと。僕はそこに感動しましたね。なるほどね。まあ、それが五七、の和歌なんですけどね、五七五七の31文字の中であの問題解決 の、うん、あの即興で歌を作るんですよ。でその言霊、まあ、言霊ですよね、うん、あの日本の古代ではあいうえを48文字それぞれに神様が宿っていると、うんうんうん、それをお歌に入れることによって問題を解決するというね、はあ、うん、だからまあ波動なんですけども、あのやっぱり波動の中には神がいるという考え方が日本の古代にはあって、うんうんうん、それを言霊っていうんですけどもね、はあ、そこに僕感動したんです。やっぱ音楽屋なんで、うん、であの当時やっぱり縦ごとを書き鳴らしながら、うん、そのお歌を歌ったってことは明らかにメロディーがついてたわけですよ、うん、でもそのメロディーは残ってないので、あの自分なりのメロディーを使っ、うん、作って、うんうん、それもあの古代史セミナーの中で歌ったら、うん、結構それがこう広まっていったっていうね。だから今 YouTube でいろんな方があの僕の作った古代の歌を歌ってますよ。あ、本当ですか、はい、あ、それは素晴らしいですね。で、あのホツマスタイルの最初に出てくる歌が、うん、阿波の歌っていうんですね、うんうんうん、これ何かっていうと、うん、7代目のね、その弥生時代の、リーダーになったイザナギ、イザナミってこれ、うん、古事記で神様で有名ですよね。ホツマスタイルでは人として描かれています。ヤマトという国の7代目の大王とオキサキ様が、うん、就任した時に最初にやったお仕事、うん、民の言葉が大変乱れてきたので、うんうん、正しいヤマト言葉を覚えさせるためにあいうえを48文字だけでお歌をお作りになって、うん、全国を行脚しながら縦事を書き鳴らしながら、うん、その歌を歌うことによって国民に正しい大和言葉を覚えさせていたって書いてあります。つまり昔の日本人たちは、うん、歌であいうえを覚えたってことが書いてあるんですよ。なるほどね。でもそう言われてみるとね、日本には阿波の歌だけではなくて、うん、イロハ歌とかね、ひふみのりとか、うんうんうん、やっぱりあいうえを48文字でできた歌がいっぱい残ってるんですよ。だからあながち嘘ではないかなと。あいうえ、ん、を歌で覚えたっていうね。そうやって直にもう各地の、うん、あのまあ民と触れ合っていくっていう、はい、うんうんうん、それをね歌でやってたっていうんですよね。なるほどね。でまあ、あの自分なりに感動したので、うん、あのメロディーをつけてみました、うんうん、なので今日はちょっとね、ギターを持ってきたんですよ。あ、ぜひぜひ、はい、これ面白いでしょこのギター、ね、なんかね指板は普通のギターと一緒なんですけど、まあ、ここだけ小さいで軽いので、あの旅には持ってこいなんですよ。あ、本当ですね、うん、これ先ほどあの、はい、持ってらっしゃった時に、はい、うん、ケースに入ってケースに入って 何だろうと思いましたよね。何なのかなと、はい、なんか弦楽器のような気もしたんですけど、あ、でもなんか妙に長くて、はい、胴体が小さいな。だから普通のギターの形じゃないからね、マンドリンにしちゃ長いし、うん、マンドリンにしちゃちょっと長いですよ ね、 ね、なんかあの釣り竿にしちゃ短いし、今日はちょっと釣りに来たことではないんで ねギターなんですよ、ね、これ有名なね、モッシュバーンっていうね、アメリカのエレキギターのメーカーで、有名なバンドで言うとキスなんかが使ってるモッシュバーンってエレキギターのメーカーが作ったミニアコースティックギターです、はい、すごいですね、はい、これね最近これ気に入ってるんです、ね、あ、はい、でよかったらちょっと触ってね、はいはい、ギタリストでも現れるので、はいはいはい、いやこれはもう弾きやすいですよね、指板が普通と一緒ですから。もう普通にギターですよね。普通にギターです、はい、いいです ね、 ねえ、これは、はい、ジャカジャカかき鳴らしたりもするんですか。できます。はい、すごい。これね、アンプにもつなげられるんで。あ、本当だ。はい、全然大丈夫です。ピエゾピックアップが仕込まれているんですね。はい、全然問題ないです。あ、すごいな、はい。じゃあこれで、あの先ほどあの、はい、ご紹介させていただいた、はい、ホスマスタエの第一章に出てくる阿波の歌というのをちょっと歌ってみます。はい、はい、お願いします。おこほのもとろそよ、お
テレセスルスユンチリシタラサヤワ、赤花マイキヒニミユクフヌムエケヘネメヨコホノモトロソヨオテレセツルスユンチリシタラサヤワ、ありがとうございます。いや面白い歌詞ですね。あのね、まあ、意味はないと思うんだけど、面白いことがホッスマスタイに書いてあって、この歌を声に出して歌うと、うんうんうん、血の巡りが良くなって健康になるって書いてあるんですよ。つまり波動が高いんだよと。だからあいうえおも覚えられるけども、うんうん、ぜひ声に出して歌ってくださいってことを庶民に言ってるんですよ。はあ、だからなんかね、弥生時代にはその音楽に、まあ、癒しの効能があったと、言霊にはね、うん、それをちょっと現代の日本人は忘れてしまってるけど、はい、うんうん、歌好きである国民という意味では一緒ですよね、うん、古代も今も、ね、カラオケ文化って日本から世界に行ったじゃないですか、うん、あれまさに歌好きだからですよね、それが高じてカラオケっていうシステムを作っちゃったと、うん、はいはい、それを世界が受け入れたってことなんで、もともと弥生時代の頃から日本人っていうのは歌好きな国民だったんだな、はい、それがなんかこうホッスマスタイを読んで、うん、改めて認識できましたね。はあ、うん、そういうことで、うん、日本のその音とか声っていうことなんですね、はいはい、そういうことなんです。なるほど、うん、だからそこをもう一回ね、思い出しましょうと、うんうんうん、しかもなぜか五七五なんですよ。ポツマスタイという本自体も全部五四五四でできてるっていうね、なんか古代にはそういう五と七のリズムで宇宙と呼応してたんでしょうね、うんうんうん、そこからこうなんか力をもらって問題を解決していたと。やっぱ音楽ってほら宇宙とつながるじゃないですか、波動ってね、はい、うん、なんかねそこに興味を持ちましたので、今はやっぱ古事記日本書紀は難しいので、ポツマスタイをベースに皆さんに歌を一緒に歌ってもらいながら、うん、日本の古代をお伝えしてるなって感じなんですけどね。実はね僕古代に分け入るにあたって、一つ他の人と違うアプローチをしたのは、言語学で入ってったんですよ。はあ、つまり日本語の元はどっから来たかという。あ、それはそしたらね、いいポイントですね。面白いことにホツマスタイとか、古事記の中に、古代メソポタミアの住める子とかね、古代エジプト語がいっぱい入ってるんですよ。あ、そうなんですか。そこを発見しちゃったの。だから全く日本の古代に分け入ったつもりが、オリエント行っちゃうわけですよ。言語学で行くと遡っていく、間違いなく そこに気がついたっていうこと自体が、まあ、またすごいなと思います。だって、そのエジプトの言葉とか、シュメル語って、いや分かりやすく言うとね、じゃあ伊藤さんに、これをこの漢字ね、これ、漢字ありますよね、はい、これ何て発音しますか。手、あとはシュでしょ、でしょ、はい、今これ手とシュっておっしゃいましたね、はい、手というのが古代エジプト語なんです。は、古代エジプト語で、シュというのがメソポタミアのシュメール人の手という意味なんです。あ、そう、だから日本人は未だに、古代シュメール語と古代エジプト語を当たり前のように日常の言葉の中で話してるんですよ。それに気がついてないだけなんですよ。あ、そういう共通点があったことすら誰も知らないですよね。やっぱり日本って一番こう、オリエントから行くと一番東の果てじゃないですか、そこから先太平洋だからもうないわけですよ、ね、ということは
一番古い移民がやってきて住み着いたから、一番古い言葉が残ってるんです。そのまま残っちゃった。はい、しかも島国なんで、はいはい、あまりあの他国から侵入を受けてないので、でもって言っちゃうと、あの古代人がこう移住する時っていうのは2つしかないんですよ。環境の変化で食物が取れなくなるか、戦争で敵国に攻め込まれて逃げるしかない。はい、そのボートピープルが全部日本に縄文時代に来てるんです。だからもうこれ以上戦争は嫌だから和を持って尊しとしましょう、うん、平和に暮らしましょうって人たちになったわけですよ、うん、なるほど、うん、だからいろんなあの言葉をしゃべる人たちが縄文時代に日本にやってきてるんです、うんうんうん、古代シュメール語、古代エジプト語、うん、古代インド語とかね、うんうん、モンゴル語とかね、うんうんうん、だから縄文時代って言葉が統一されてなかったんですよ。それを統一したのが天皇家のご先祖が弥生時代にやったってことが僕は星松さんに書かれているこの青の歌だと思います。すごいですね。みたいなね、あのことをあの全国でやってますんで、あのご興味があったらまたあの話も聞いてください。いや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 、すごいですね。でもう面白いですよ、あの日本の古代はこうやって探っていくと、いやなんかいろいろね、はい、こう本当に初めて聞くようなことが多々あって、本当に興味を持っちゃってってるんですけど、はいはい、こういったあのセミナーだったり、はい、イベントっていうのは、はい、今後あの近々どっちだったの、ね、月にね、4回都内でやってますね。4回もやられてるんですか。まあ、いろんなところ呼ばれてもうそれがレギュラーになっちゃって本当ですか。で4回のうち1回はうちでやってます、あ、うん、まあ、一応、あのサロンという形で自宅でもやってますんで、まあ、あのフェイスブック僕やってますんで、ご興味のある方は、陽一酒井で、あのフェイスブックで、はい、あの友達申請していただければ、そこで情報が取れますので。なるほどなるほど、うん、あんまりねこたくさん来られてもね、まあまあそうですね、収集つかなくなっちゃいますね。まあ大体まあ10人前後でやってますんで、各地で。なるほどなるほど、うん、それぐらいがねちょうどなんかこうみんなと一緒にこうやり取りしながら、本当にフェイストゥーフェイスでね。そうですそうですそうです。あ、はい、あそうなんですね。はい、じゃあもう本当に月4回もう大体固定でやってますんで、あとは地方で地方いろんなところに呼ばれて、あの最近で言うと愛媛県とか、うん、鳥取県とか青森県でやってきました。で僕が行くときは必ずその地方地方の、古代史を調べて、その皆さんが知らないあの地元の歴史をちゃんとお話に入れます。あ、本当ですか、はい、すごいな、はい、地元の人がびっくりですね。そうです、意外とね、東大元暮らしで本当の歴史を知らないんですよ皆さん、だから皆さんびっくりなさいますね。じゃあ逆に、あのそれが知りたいがゆえに、酒井先生ぜひこちらに来てくれませんか、ね、みたいな、はい、あの我々の地元の話をしてくださいね。いや必ず日本は古い国なので、どこ行っても、あの古いあの伝承絶対あるんですよ、それをちゃんと事前に調べていきます。それどうやって調べられてるんですか。いや、いろいろいろんなもう、はい、今あのインターネットの時代ですけど、はい、それだけじゃないですよね。それだけじゃないです ね、うん、そんなんで簡単に手に入るような情報だとは思えないんで、はい、だけではないですね、はあ、じゃあ結構、はい、あのいろんなところの図書館とかもう、まあもちろんね、行かれてる。もちろんもちろん、だからまあ本からの情報も多いですよ。あの普通皆さんが読まないような本ね、レアな本ね、はい、まあ直近で言うとね、今9月6日でしたよね、はい、今日ね、9月11日にうちでやりますね、はい、はい、自宅あの、池袋から20分東武東上線の四季駅前の、あの自宅でやると、9月14日もあります、14日ね、これはあの世田谷区でやります、はい、あとね、久しぶりにライブを、ライブ10月3日にあのバースデーライブをやろうと思ってますんで。10月3日お誕生日ですか。あの9月26日ですけど、あの今まではねフェイスブックライブでやってたんですよ、家から配信、はい、ただもうあのだいぶね、あのコロちゃんも落ち着いてきたので、久しぶりにライブハウスで、メンバー呼んで、ギンギンにロックやっちゃおうかなと。おー、ロック。しかも今歌った青の歌もちゃんとロックバージョンになりますんで、10月3日の夜はご興味のある方はぜひあのバースデーライブやります。ぜひぜひ、はい、そんな感じです告知は。はい、ありがとうございます。なんかもう精力的に活動されてて、もうやっぱ楽しくてしょうがないもん。いやーもうすごい、もう楽しい楽しい。で本も書かれて、今4冊目の本、ね、あのあ、はい、もう3冊出されてて、はい、今4冊目にかかってると、はい、で今回はテーマは隠された出雲王国って言って、
日本で一番古い実は王国が出雲にあったのが、古事記では神話にされちゃってるんですよ。はあ、本当にあったんですよ。それが日本の大元です。でその人たちがどっから来たか、インドから来たんですよ。はるばる北回りで、それはまた北回りで、北回り、うわ、それはまた、シベリアからアムール川を下ってきて、で、あの樺太から北海道に渡って、しばらく、あの青森県の、今で有名なのが三内丸山、あそこにいたらしいです。そこからあのこう気候がね、だんだん寒くなっちゃったんで、南下してきて出雲に住み着いたから、津軽弁と出雲弁は全く一緒なんですよ。あ、本当ですか。だから言語学的にも証明できるの。あ、本当ですか。同じ出雲族がいた場所だから、全く言語、あの訛りが一緒なんですよ。へえ、そのルーツがインドっていう。そうです。だから日本語の元は古代インド語だっていうのは、学習院大学の大野進教授がもう証明してるんですよ。だそことも合致するわけ。じゃあインドからシベリアに行く手前に、ものすごい山脈あるじゃないですか。あの、ありますよ、もちろん、砂漠、ゴビ砂漠もあるんですよ。砂漠もあるし、そこを越えてったんですよ。そこを越えて生き残って日本に渡ってきたっていう、ものすごい生命力です、ね、それがだから日本人の元ですよ。はあ、それは強いわけだ。はあ、いや、今日はいろんなお勉強させていただきました、はい、本当にありがとうございました。どうもございません。いや、もう本当に今日はなんて、はい、お呼びしていいかわからない、もう何でもかんでも、はい、聞いたら答えてくれそうな酒井陽一さんを、はい、先生をお迎えしての、はい、楽しい時間でございました、はい、ぜひ皆さん呼んでください。どこでも行きますんで、イベントにね、はい、セミナーにいらしてください、はい、皆さん、はい、はい、本当に今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。お呼びいただいて、とんでもございません。ありがとうございました。はい、今回も盛りだくさんでお届けいたしました。音で世界を変える立体音響が作る音の未来、いかがでしたでしょうか。ここでホットニュースなんですけれども、レベル銀座スターゲートレコーズなるものをスタートさせました。こちらではですね、立体音響で制作された高音質のハイレゾ音源を中心にですね、皆さんにこれからどんどん、お届けしていきますので、ぜひご注目ください。ニュー CD ヤタガラス導きの CD リリースは11月中旬を予定しています。CD リリースに先駆けてすでに配信リリースは始まっています。ぜひアーティスト名は久野、アルバム名はヤタガラス導きとなっていますので、ぜひ検索してご覧ください。もう何といってもおすすめは、本当にハイレゾで聴いていただくと驚くような音があなたを待っていると思いますので、ぜひ聞いてみてください。ということで、今夜もこの辺で、では皆さん次回お楽しみに。ではさようなら、ごきげんよう。It's beautiful, the joy.